サミュエル・ジョーンズはアメリカ合衆国の陸上競技選手及び綱引きの選手である。彼は1904年に開催されたセントルイスオリンピックに出場してソータ高跳びで金メダルを獲得した。サミュエル・ジョーンズは IC4A 主催のソータ高跳び競技で1900年と1901年の2年連続で優勝し、アマチュア運動連合主催のソータ高跳び競技においても 1901年、1903年、及び1904年に優勝している。このような戦績から、ジョーンズは、セントルイスオリンピック総高跳びの金メダル有力候補と目されていた。下馬評通りに彼は、金メダルを獲得したが、オリンピックでの記録は、自己ベストには及ばなかった。総高跳びでのジョーンズの跳躍様式は、ハサミ跳びであったという。セントルイスオリンピックでは、 ジョーンズは、総高飛びの他に、綱引きと三段飛べにも出場した。綱引きでは4位に入賞したが、三段飛べでは、記録不明の7位に終わっている。ジョーンズはその長身に加え、スポーツ万能の人物であった。ニューヨーク大学に入学した、彼は、大学のフットボール代表チームの一員として4年間活躍し、体操競技代表チームにも入って3年間活躍した。 そして彼は陸上競技チームのキャプテンも務めている。大学卒業後、ジョーンズは最初土木技師となり、その後教師となった。彼は1954年にテネシー州のノックスビルで死去した。アスレチックスアットザ1904ストリートルイスサマーゲームズメンズハイジャンプ綱引き競技でジョーンズはニューヨークアスレチッククラブチームの一員として競技に参加している。 ありがとうございます。